こんにちは。ヤマハミュージックジャパンの井上でございます。これから NS5000 ということで皆さんに楽しんでいただこうと思うんですが、実はこの2年ぐらいですね、いろんなところでヤマハが昔売ってた NSM と似たようなスピーカーを作ってるらしいとかですね、まあそんなことがいろんなところでこう言われてたんですが、実は1974年に発売された NSM、私がヤマハに入社したのが1974年なんですね。ただ今回の NS5000 はですね、結果としてなんとなく前から見ると30センチウーファーを使った3ウェイですし、バッフルのサイズはですね、5ミリも違わないぐらいほぼ一緒のサイズになったので、写真でですね見ると、そのいろいろ言われてた NSM の夢を追いかけてヤマハはまた こういうものを作ったのかとか、そんなような、その割には NSM は10万8000円だったのに1本75万ってなんでこんなに高くなったんだとか、あんまりこうプラスなことは言われずに 多分それはですね、1974年から20年ぐらい、しかも20万本以上生産をしたというところでですね、そういう話が出てきたのかなと思うんですが、あくまでも結果としてこうなりましたというところです。で、今我々が何を考えてオーディキーを作っているか、それからこの NS5000 というのはその中でどういうポジションかというのを最初にちょっと説明をさせていただこうと思います。実は皆さん、オーディオをやるときにハイファイっていう言葉は昔からハイフィデリティってことで言われてますが、これはですね、1954年にヤマハが多分世界に先駆けてオーディオでハイファイって言葉を使い始めました。多分本当だと思います。私入社した時もそう言われたもんですから、ハイファイってヤマハが使い始めたんだぞと、言われたんですけれども、それから始まりましてですね、1960年代半ばからナチュラルサウンドということでヤマハはオーディオ機器を作ってきました。したがいまして、スピーカーの型番は全て NS っていう型番です。ナチュラルサウンドの NS というところで、そこから50年経ちまして、今考えるナチュラルサウンドっていうものはどうなんだろうなっていうことで、今回それを具体化したのがこの NS の5000というスピーカー。2008年から開発を始めまして、足掛け8年もやりまして、ついこの間やっと発売にこぎつけたというスピーカーです。で、何を具体的に考えたかっていう話なんですが、我々音楽の会社のもんですから、演奏家が表現したもの、それをオーディオ機器は通すんですけれども、できるだけそのまま皆さんにお伝えをしたいというところで、オーディオ機器の開発をしています。それはそちら今日、前半の部で使う3000シリーズを設計したチーフエンジニア熊沢っていうのがいるんですが、皆さんもご覧いただいたかもしれませんが、 AS3000、CDS3000 だけのカタログの中に熊沢本人がこういう心でこのアンプ CD を作りましたっていうのが載ってます。それから、今日お手元の封筒の中にある NS5000 のカタログの中にですね、このスピーカーを開発したチーフエンジニアの岡崎がやはりこういう気持ちで作りましたっていうのが載ってるんですが、言葉は微妙に違うんですけれども、やはりですね、表現語る演奏者の思いをできるだけそのままお伝えをしたい。そういうことで、開発をしましたというふうにですね、ほぼみんながですね、いろんな設計をしてるんですが、みんながそういうことを言いながら今我々はオーディオ機器を作ってるというところです。で、じゃあその演奏家の思い、表現したいものをできるだけそのままお伝えするっていうことで、今回このスピーカーは何をしたかというところです。それはですね、まあ、
スピーカーの作り方で、まあ、いろんなこう継承してきているものもあるわけですが、今回ですね、このスピーカーで新たに考えたのは大きく言うと2つあります。1つはですね、できるだけ自然な音にしたかったというところで、言い換えればですね、高帯域フルレンジみたいな音にしたかったというのがあります。先ほど出た NS1000M は音速が速いということで、ツイーターとスコーカーにはベリリウムを使いました。ベリリウムで大変だったのは、あの硬いものをどうやって成形するかという、そこが非常に話題になったわけです。ただ内部損失が小さいので音速は速くていいんですが、大きい振動板には使えないというところで、ウーファーはパルプを使いました。と、内部損失が大きいのはいいんですが、ベリリウムに比べるとですね、音速ははるかに遅いんですね。で、当然ですが、ベリリウムとパルプでは音色もかなり違うと。例えばピアノのスケールを一番左の低域の 27.5 からですね、 4.1 キロぐらいのところまで続けて弾いたときに、途中で音が変わるピアノというのはないわけです。ウーファーの帯域からスコーカーに行ったら、なんか別のピアノみたいになったとか、で音速も遅いとこから速くなったとか、こういうことはないわけでして、そうするとフルレンジがいいわけですが、フルレンジは残念ながら今の技術だと低域も高域もどっかで妥協せざるを得ない。で、我々はやはり気温から倍音まできっちり出したい、ということでですね、超高帯域フルレンジにするにはどうしたらいいかということで考えたのが、ならばこの3つの振動板の素材を揃えてあげればいいんじゃないか。揃えればですね、音色は揃います。それから音速も揃います。そうすると 3way にした時の大変さ、音色をどういうふうに折り合いをつけていこうかとか、低域だけ音速が遅いやつをどうしようかとかいうことはしなくてもいいことになったわけで、クロスオーバーさえ考えてやればいいと、こういうことができるようになったというのが一つです。それからもう一つ、先ほど来お話をしている演奏家が表現したい演奏家の思いをできるだけそのまま伝えたいってことになると、演奏家の思いってピアニストだったらタッチだとか、歌い手だったらば声の表情とか、音楽信号全体からするとですね、非常に小さいわけです。信号レベルとしてはそこをきっちり出してやりたいってことで、実は今回考えたのはですね、低材波を取るために普通は吸音材というのを使うわけですが、吸音材を使いすぎるとですね、音楽の微妙なエッセンスもなくなっていく。で、それを避けたいので、低材波を取るためにじゃあ吸音材を使わなきゃいいんじゃないのと、こういうことをやりました。その2つがこのスピーカーで新たに取り入れたノウハウということかなというふうに思います。ということで、1曲目は女性ボーカルを聴いていただこうと思います。デンマークの歌手でシーネ A、 昨年春発表しまして、それにタイミングを合わせて発売されたアルバムになります。このジャケットの絵をご覧いただいて分かるようにですね、ウッドベース1人とシネ2人だけで全曲収録されています。スタンダードナンバーばっかりです。立ち位置はですね、曲によって左右に行ったりいろいろあるんですが、今から聴いていただくのはシネが真ん中で歌っています。で、ウッドベースはすぐ後ろにいます。で、シネの声に綺麗に残響が乗るのと、それからウッドベースはですね、ボディの振動が空気に伝わって、実際のライブみたいにこうふわっと広がるっていう感じ、まあ、そういう感じで収録されてるディスクになります。じゃあこれの中からですね、なんか急にまた真夏みたいになって、先週あたりだったらちょうどいいかなと思ってたんですけども、暑くなったんでちょっと季節感違いますが、枯葉をですね聞いていただこうと思います。
The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. But since you went away, the days grew longer, and soon I hear old winter songs. But I miss you most of all, my darling. When the autumn leaves begin to fall, the falling leaves drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, oh, and the sunburned hands that I used to hold. But since you went away, the days grew longer, and soon I hear old winter songs. But I miss you most of all, my darling. When the autumn leaves begin to fall, to fall.
fall.